カサード、ポーチの内側、木構造も見える。舞台街洋楼は、台北市内中西区に立つ洋館、北門にほど近い。日本統治時代の民間の店舗建築としては、最初期のものとして分類され、台北指定の古籍として認定されている。名称の洋楼は、洋館の井で、舞台街は建設当時のこの辺りの街区の呼び名である。日本統治時代のおそらく1910年に、 投資会社高石組の社屋として竣工した。その後、1940年創設の酒造及び種類の貿易も手掛ける佐渡原商事株式会社がこの建物を所有したようで、1941年の資料において佐渡原商事株式会社の社名が記載されているとのことである。一方で、西日本新聞の報道によれば1930年代には、 サドアラ商会の社屋になったとされている。いずれにしても1940年頃には、高石家の高石組の手を離れたと見られており、1945年の終戦後は、人民同胞者の所有、そして中華民国による接種管理を経て民間へ払い下げられ、官方医学の診療所となっていた。1997年には、市の戸籍認定を受けた。 2000年にはもらい火により木造部分を消失したが修復し、2009年より台北市の委託を受けた歴史資料館として活用されている。運営者は高石市の関係者がいれば、ぜひ招きたい。高石市や高石組に関する資料があれば、日体交流の象徴として後世に伝えていきたいとしていた。2010年7月には高石家の遺族を招待し、 式典が行われた。建築は、石材と木材を組み合わせたハイブリッドなもので、台北城の城壁を撤去した際に得られた石材の一部を流用し、建設資材に充てたと言われている。ありがとうございます。